皆様こんばんは。スクープ TV のゆうたろうかっこかりです。さあ本日ですね、皆さん何の日かご存知でしょうか。この収録日、ここね、今日ベラジオ西中島店さんにリベンジャー34話目の収録でお邪魔してるんですけど、まさにそこでね、花火大会がただいまから始まろうとしてるわけです。今日ね、ここまで電車でね、さっき来たんですけど、まあもうカップルの多いこと多いこと、もう浴衣美人と彼氏引き連れて、俺はね一人で今からパチスローを打つというのに、世の男性に問いたい、今から花火見に行くのがいいのか、それか自らホールで花火を打ち上げるのがいいのか、どっちが楽しいんだと。まあおそらくですね、花火大会行った奴らはこの後夜の花火の方ね、自ら打ち上げるかもしれないですけども、全然うまくないな。そんな感じで、今回ですね、リベンジャー34話目、全く関係のない話をしましたけども、まずは勝利、目指したいと思いますんで、最後までご覧いただけたらなと思います。それでは行きましょう、レッツリベンジ。いつもなら目にも止まらない枯れた花、どんな風に生きて道端で果てたのか、希望に満ちて突き進んだあの夜、セットできたらどんな風に変わるのか、もう一度やり直せるとしてもこの場所を選ぶのか、別の夢を追いかけてみたいから、ここにいないかもしれない、違う道を歩む見てもきっと君に出会えたはずさ、偶然などなかったとしたって君のそばにいるはずさ、花火が若干いいですよ、ホラスガスさん。西路8台あるんかな、8台中ね、半分ぐらい結構いい合算してる。もうここら辺は完全に向こう設定ですね、分かんないですけどね、西淀川花火ともしかしたら欠けてるのかも、まあ、またもうなんか浴衣着たカップル来た。いやわー、もう番長3、これがね、増大されてますね。最近ね、ミサーパネル、増大するとこ多いですからね、番長好きとしては嬉しい。はい、北斗転生811安倍氏開いたんで、天井狙いもちろん全突破ですね。811安倍氏だったら、まあ、当たるまで行きたいと思います。はい、じゃあ811安倍氏、ゲーム数は655ゲームから行きます。よいしょ。でね、オープニングでね、気づいた方いるかもしれないですけど、 T シャツをね、また新しくしまして、前書いたばっかやんけってね、3話前ぐらいかな、
に書いたばっかなんですけど、後ろにね書いてくれた文字で文字がいつもはね、僕が差し出したペンで書いてもらってたんですけど、マジックペンでね、その人が持ってきたペンで書いてくれたみたいで、選択したらどういうこと、インクがにじんじゃいまして、さすがにこんな格好で収録するのはあかんやろうと思ったんで、ちょっとまた新しくしました。花火言うてたらちょっとね、花火見たくなってきちゃいましたね。僕普段ねそんなに花火好きじゃないんですけど、好きじゃないって言う方あれですけど、人混みが嫌でね、あんまり花火大会とかあんま好きじゃないですよね。まあ行く相手もいないんですけど、あとはなんていうんですか、夜景とか花火とかああいうのあんま綺麗と思わない。なんか人工の光じゃないですか。まあ、まだ花火はわかるわ、まだ花火はまあまあ綺麗と思う。夜景をなんで綺麗って思うかがわからへん。残業の、皆さんの残業でできてる光じゃないですか、ビルの光とかね、あれをなんで綺麗やと思えるかがわからない。それやったらなんか星空とか、あ、自然のね光の方が感動しますね。夜景だけはね納得できないわ。なんか頑張ってるケンシロウ。当たった電車の時、川真さん当たった。電車の時じゃない、片目の時。なんか決勝の頑張ってるなと思ったら当たりましたね。ゲーム数は1014ゲーム、投手はね、15本。よし、ここでね、ホップドロー引けるようなら、この7が外れてくれるようなら引きは戻ってきてるんですけどね、多分。はい、ダメか。よし、頑張ろう。おっと。それ。戻ってきてないな、引きやっぱ。引きはまだ戻ってきてないわ。数々ね出ましたけど、この玉集めの台がね、やっぱ転生よ、転生には勝てんよ。真剣勝負が素晴らしすぎるよね、多分。はい、6個。いや、単発やめてよ。よし、まあ、750枚なんでどんぐらいや、6連ぐらいか、まあ、7連したら必ずまくりだね。6連じゃ厳しいか。いや、あかんな。よし、おお、来た。二度目まして。ただ、めちゃくちゃ弱い。おし。二度目は仕留めたよ。行こう。目標はまだまだやね。1個ばっかやな。
さあここまだまだ続く。おい。普通にうまい。ナビ出たら安心、とりあえず。通常リップが一番怖いんで。あー怖い。あーこれね、もう一回続いてくれてもいいよ。いやまあまあ上出来、13個とこれで23個になりましたね。閉店まで行こう。はい、23個です。炸裂ランブの後は弾が減りやすいジンクスをどれかしよう。あるよ。減るね。あーこれはいってくれ。よし、まあ、言うて4個でしたかな。いい調子、いい調子。まっくれそうっすね、投手分どうにか。おお、引き強いわ。レインボーでしたね。マジか。今8時過ぎなんですけどね、大丈夫かな時間。やばい。あさあとりあえず続けよう。まだまだ続く。あかんか。7個。まあまあ OK。 こういうね、炸裂ランブ引きをホックとゾロイでやれれば満杯なんですよ、やっぱ。それがやれないですよね。もう完全に1ですからね。あるぞ。22個、8セット目かな。やばい。圧巻減ってるぞ。早い早い早い、変の早い。圧巻な、ちょっと気合入れ直そう。うわーやばい。ある。 50%。 あーこれはいける。うおー、出たよ大連ちゃん。大連ちゃんじゃない、大連敗。やばいやばい。うわーうわーうわー、最後に22個使いましたね。もうちょ早めに引いてくれよ。はい、終わりです。まあまあ、よう頑張ってくれましたよ。9セット1291枚と、炸裂ラブ2回引いた割には弱いですけどね。
エッジレベル1なんで仕方がないかなと思います。やめよう。僕も花火打ち上げようってことで花火打ちたいと思います。全然上手くないですけど。はい、282ゲーム早かったっすね。おっと、化けっぽいな。今怒れてた。おお、化けか。よし。はい、今ですね、カップルがね続々と花火会場を後にしてねそこら辺歩いてるんですけども、ただいま私は実戦終了いたしました。1日目、さっき結果から言いますと、投資が750枚で回収がちょっとパーソナルなんでねレシートないんですけど1750枚ということで、プラスの950枚でした。手堅い、まあ、本来こういう番組なんでねリベンジャーは立ち回りのね番組なんで、もともとそういう人なんで、まあけどねやっぱりパチスロ動画である以上見せ場っていうのは大事なんで、まあ明日、まあ、期待値を追った上で何かしらね弾けたらいいかなと思います。はい、ではですね、今から花火会場を後にしたカップルたちに揉まれながら満員電車乗りたいと思います。よいしょ。スクープ TV の収録、来店、取材スケジュールまで全ての詳細はスクープ TV 公式サイト内のホール専用ページにて。方法は簡単、ホール名にスクープ TV と入力して検索するだけ。さあ今すぐチェックすりゃいい。さあ抽選でございます。結構並んでますね、100人ちょいぐらい。おはようございます。おう、普通。さあ46番やったわけですけども、お腹が痛い。並び出したらお腹痛くなるんですよね僕。朝一トイレあるな、期待値ないな。おはようございます、お願いします。みんな絆やな。あ、ジャグラーも流れてるか。ちょっとこれのリセット確認したいんやけど。リセットっぽいな。ベル揃ってますね。リセットっぽいですね。リセットだと期待値あるんでね。ちょっとさっきトイレ。はい、トイレも済みましたんでね、サラリーマン金太郎打ってきた。いきなりいきなりハッピー。まあリセット確定やと思います。前日ゲーム数は0ゲームなんで、昨日はね10時過ぎぐらいにお店後にしたんですけど、その時は490何ゲームでやめられてたんで、そのまま閉店するかなと思ったんですけど、その後誰か回されて当てたみたいですね。で AT 閉店したみたいです。でこのサラリーマン金太郎なんですけど、リセットならですね、天井ゲーム数も浅くなったりする可能性もあって、プラスパッター当たり確率が設定6の値を超えます、リセットモードやと。なんで、まあ、リセットは期待値高いですね。当たるまで全突破で OK です。当たった。急に当たるんでね。
204ゲーム投手は8本、これ AT ですね、直 AT です。これ優遇されてるんで、確かリセットだと。初期ゲーム数は50ゲーム、順増は確か 2.8。 これ中はレアヤック引いて拳揃えて上乗せしてボーナス当てるって感じです。よし、サンリプ、直乗せ5ゲームと。でこっからが大事で、これ疑似遊戯なんですけど、リリベが揃えば、継続しますね。でこれで拳が揃えば、よし、あの5を出すかね、こういうのが出てくるんですけど、でここが大事。この後ここでウィーンって上がればボーナス。あかん、ここを取らないといけないですよ、このボーナスを。結構性能は高い AT なんでね。よしよし、おーし、リビュー。これちょっと鍛える覚えてないですけど、中リール狙ったら一角とかあったと思います。で、上中段の方がチャンス。おし、ソロさん、ソロウナ、こっちの方がチャンスだったかな、野村の方が。野村じゃないか、町村か。はい、ここなかなかボーナス取れんとね、すぐ終わっちゃうんで。ハッピー激アツじゃ、まあ、よう激アツ出るんですけど、この台これはもらえましたね。はい、これが一角。はい、この後よし、これでボーナス。あー、続きましたね、ここか。あー、記憶があやふやなんか、叩かれるやつ。もう一段階いけばか、ボーナスは。ここまでか、ちょっと頑張りましたけども、全然足りないですね。313枚終了と、まあ、一応引き戻しとかもあるんですけども。はい、今ですね、サラリーマン金太郎辞めて、ちょっと次のね、台探してるんですけど、空き台がない。まさかこんな稼働高いとは。今日いつも以上に高いですね。ちょっともうないですよ、見てください。もうバラエティですよ。空いてんのはあの正宗、まだ稼働してない正宗ぐらい。もうちょい探します。30分ぐらいさまよったんですけど、凱旋こちら行きたいと思います。また凱旋かよとね言われそうですけども、またゴッドかよとね。00375ゲーム、前日が161ゲームの台が空きましたんで、ちょっとこれとりあえずこれを打とうかなと思います。リセット天井狙いで、多分リセットかかってると思う。主要機種は、番長とかサラバンとか転生もそうですけど、リセットやったんで大丈夫かなと思うんで、天井狙いでと言いつつ、ゴッド引けたらいいな狙いで頑張っていきます。あるんじゃない。リプ4807ゲーム、まあええか、リプ5してくれ。あるぜ。あー、そっちじゃねえよ。とりあえず G ストップですね。アルファベットが揃ってくれるなら全然いい。行きましょう。
7おるよ。一発一撃で仕留めたの。オッケーオッケー。これで東芝が帰ってくる。東芝ね、24本、うまいこといったね。やっぱね、 G ストップはね、目押ししたらね、成功期待度上がる、間違いないと思う。これスッと始まった。さあ、こっからはこれで満足したらダメよ。一応始まったは始まったけども、こっからもうね、1段階2段階いかないと。おビール回ったよね今。揃え、うわー、今のは痛い。ちょっと恥ずかしい、今のは揃うとこやで。結局何も起こらなかったっすね。5セット終了です。1295枚、ちょっと順増少ないかな。もうないですね、Gストップからなんで。あとはリップさん当たってるかどうか。さあ来い。マジか。どっちでもいい。65536引いた。マジか。ここで50%やったっけ。いや取っといてほしいな、これは。で当たってなくても天国ロンクが頂点。ロード以降確定ですね。当たってそうやけどな。大丈夫そう。マジか。天国だけか。大丈夫、当たってるやろ。突発。よし。さあ、やっぱ 50% 多分取ってたっすね。で、取ってたなら、67% ループが 75% で、 75% ループが 25% かな、確か。3対1ですね、67と75が、確か。これが頂点上がってて当たったら違うんですけど、またその恩恵を受けられないんですけど。始まりましたとは言えへんな。まだ分かんないですからね、どんだけ出てくるかが。もしかしたら単発で終わるかもしれないです。はい、終わりました。運命の G ゾーン。持っててくれ。うわー、やばい。ないか。あーけど、アテナステージ。まだ分からへん。なかったっすね。ループ漏れてたか、もしくはそもそも 50% を取ってなかったかで、超全国で当たったか、どっちかっすね、おそらく。まあけど天国まだいるんで当てよう。いやー、65536引いて単発か。
考え方はタブーなんですけど、同じ65536なら違うやつ聞きたかったよね、これやったらって思っちゃう。そんなん言い出したらキリないんですけどね。1時間ぐらいさまよったんですけども、もう稼働が高すぎて飽きてなくて、まあ、ちょっと窓つ悪くない窓つ開いたんで、ラストこれで締めたいと思います。381ゲームから僕動画で窓つ打つのもしかしたら初めてかもしれないですね。行ってくれたかな、広角から、広角追加から。この辺りは京子ちゃん、魔女の気配を感じる。さあリア役引いた、ここでここでジャックリー、お当たったです。これは行ってますね。もこれはもう確実に当たってますね。はい、ジローフィナーレでいただきました。何かしら起こってくれ。追加でね、上乗せしてくれたらアール・クレビスも可能性あるんですけど。おお、来た、煽り来ましたね。煽り来てもなんですけどね。いやー厳しいか。倒せばワルプル。おーした。これ多分ワルプル。来た。やったぜ。僕ね、初めてですよ、ワルプルギス。引いた。うっついとこ引きましたね。頑張りましょう。何セットだっけ ?4 セットか3セット確定ですよね。あ、ごめんなさい、飛ばしちゃいました。初めてなんでね、あんまりわからないんですよ。まあ前作とそんな変わらないですよね。わあ、かわいい。さあ、ここを勝てば、ね、おっと、フリーズしましたね。すごい音、すごい音。いや、うまいんちゃいます、これ今んとこ。さやかちゃん、あー、知り合いが引いた。ブラックチェリーやけど、また引いた。前作ならジャックレア役でも 50% で書き換えやったはず。よし、さ
最低継続率は 75% らしいんで、75から90ですよね確か。いや大丈夫やろ、ザック攻撃やろ。はい、さあここ勝てばですけど、さやかちゃん逆攻撃、いや200超えたいな。よし、私は許さない。もう全然あかんわ。いいね。音楽全然流れないですけど。さあ強攻撃、ビル投げちゃいました。いやー引いた。ここでチャンス目、これはいったんじゃないのか。おーし、めちゃくちゃうまいんじゃないのこれ。めちゃくちゃうまいんじゃないの。あーもう無理かな。さやかビル、さあまたしてもレアエク追加引いたけども、うまいんじゃないの。かなりうまいこと言ってる気するんですけど、3回連続ビル。さすがに無理か。まあ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 、上出来225ゲーム残りが259ゲーム。今回勝ちましたね。マノカマギカでも頑張れた。ボーナスは1回も引けず、はい、これで終了です。632枚、まあまあまあプラスなんで OK としましょう。びっくりした。35ゲーム587枚、まあまあ上出来でしょう。真夏、めちゃくちゃ暑いですね。今夕方なんですけど、日がすごい暑いということでね、飛行でみたいに言うとそんな感じなんですけども、まあ、今日はね涼しいホールで実践させていただきまして、手堅かったですね。結果がですね、総投資が1950枚、総回収が3771枚ということで、プラスの1821枚。イエイ。まあ見せ場もね、まあ、なんやかんやありましたもんね。まあまあけど一番大前提なのは負けないことなんで、もう次は許されないと思いますんで、ほんまにクビになると思いますんで、まあ、今回34話目、まあ、手堅く大勝利ということで、まあ、本来リベンジはねこういう番組なんで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次35話目でお会いいたしましょう。暑いね。しかし来週、スクープ TV の収録来店
取材スケジュールまで、すべての詳細はスクープ TV 公式サイト内のホール専用ページにて。方法は簡単、ホール名にスクープ TV と入力して検索するだけ。さあ今すぐチェックすりゃいい。YouTube 人気のパチンコパチプロ動画が無料で見られる。スケジュールをチェックして人気ライターの来店情報を受け取ったら番組収録を見に行こう。完全無料、今すぐダウンロード。